ちょっと肌寒くなってきましたが、お散歩するにはちょうどいい季節ですよね。私はさくら市民の森に来ています。今回は私のお散歩コースをご紹介したいと思います。ああ、お散歩気持ちいい。あれ、お母さん、サボリさん、どうしたの、ここで。ここは私のお散歩コースなんですよ。お母さんこそどうしたんですか。私ね、野草観察に来ていたの。こんなところで会うなんて奇遇ですね。あ、つい2人で話が盛り上がってしまいました。紹介が遅れてしまいました。私の母です。いつも嫁がお世話になっております。せっかくお母さんに会ったことだし、私のお散歩コースの紹介は変更。野草に詳しいお母さんに秋の草花について教えてもらおうと思います。いいですよね、お母さん。もちろんです。じゃあ行きましょうか。わあ、お母さん、ブルーベリーみたいな実がなってますね、はい、これはね、クサギっていう木なんです。クサギ、え、このようにクサギの実、あなたがブルーの美しいのを見つけましたね、はいはい、これがね、実は森のブローチとも言われて、素敵でしょ。あ、かわいい。かわいいですね、はい、じゃあこの実をちょっと潰してここの上にシュッとすりつけてごらん。おっと、もう一つあったかな、はい、はい。じゃあこれを潰して、うん、え、ここに、ああ、そうすると、あ、染め物になるんですか。そうなんです。はい、クサギはね、はい、薬にもなるし食べれます。それから染色として使えます。実に、まあ、沙織さんがここへ塗ったのは、はい、これ鎖の実で染めた布です。こんな綺麗な色になるんです。可愛くて美しい色の鎖の実、今度見つけた時は私も染め物にしてみようかな。あ、クローバーですね。そうね、英語でクローバーって言うんだけども、和名は白爪草っていうのね。実はオランダからガラス製品を日本に送ってくるとき、それが割れないためにこれを乾燥させてガラスとガラスの間に詰めていったんです。その詰めるという言葉から白爪草って、白いお花が咲くんですけどね、白爪草って言ったんです。かわいいでしょ。クローバーといえば幸せの象徴、四つ葉のクローバーということで、私たちも四つ葉のクローバー探しをすることに。四つ葉のクローバーですね。ちょっと見つけてごらん。あった、本当にあった。本当だ。本当にあったんですか。本当にあったすごいタイミング。なんとお母さんが四つ葉のクローバーを発見。これには私も本当にびっくりしました。もともとは3枚なの。でも成長する段階の時に成長点に刺激を与えると3枚が4枚に。奇形じゃないんですけども、刺激によって4枚ができる時あるんです。で、四つ葉のクローバーを見つける時にはできるだけ人の接点がある校庭とか、この芝生のような公園、そういうところで探すと必ず一つか二つあればいい方です。だから今日は素敵、あ、いいのに出会いましたね。お母さん、自然観察って本当に奥が深いですね。そうですね、あの植物はね、実は人の関わりや生活によって植物を人間が勝手に仕分けしてます。一つは人の関わりの強いものを野菜や雑草、また関わりの弱いものを野草と言います。しかしハーブはどこの位置に入るかといえば両方です。人の精神やある意味では心を癒すために
野草でもあり雑草でもあり、そういうものを混ぜて精神的に植物を人間が生活の中へ取り入れてるんです。そのハーブの方へ今日また観察行ってみたいと思います。はい、お願いします。お母さんに連れられてやってきたのは桜市根郷地区にあるハーブ園。こちらのハーブ園は桜市内に本社を構える株式会社時和植物科学研究所が運営しています。7000平米の敷地には薬用植物や生活に役立つハーブなどおよそ1000種類が植栽されているんですって。しかもこちらのハーブ園は無料で見学することができるんですよ。桜にこんな素敵な場所があったんですね。そうね、素敵ね。こんにちは。あ、こんにちは。こちらのハーブ園の方ですか？はい、園長している柴田と言います。あ、園長さんでしたか。なんかとてもたくさんのハーブが植わってるんですけれども、私こちらの奥のこのシルバーの葉っぱとパープルの色、はい、あの 色味というかこちらもとっても気になってまして、綺麗ですね。これはですね、はい、ロシアンセージという植物なんですね。セージなんです。春の目出しからずっと白い葉っぱが出て、でこの時期に花が咲きますので、これすごく観賞性が高いものです。効能みたいのはあるんですか？セージ類は殺菌作用があったりね、抗ウイルス作用があったりするんで、そういう用途に使われるっていうふうに言われてます。それからソーセージってありますよね。はい、ソーセージ。みんなソーセージもね、はいはい、もともとお肉をこう腸に詰めて、はいはい、あれしたものですけども、はい、その鮮度保持とかそのお肉の匂いを消すためにセージを使ってるんです。だからソーセージのセージはこのセージ。初めて知りましたね。知りませんでした。ロシアンセージなどのハーブの他にも、柴田さんから珍しいバジルやコニファーといわれる観賞用で香りも楽しめる針葉樹についても教えていただきました。今はちょっと寂しい風景ですが、4月の下旬ぐらいから9月の中旬までのハーブが見頃の時期、ちょうど彩りが豊かでいい香りが園内に広がっております。ところでなぜ桜にハーブ園があるのでしょうか？このハーブ園を運営しているのは時和植物科学研究所という会社です。植物からさまざまな成分を抽出・精製し、医薬品に含まれる有効成分、化粧品、健康食品などの原料を製造しています。植物の持つさまざまな魅力を多くの人に知ってもらいたいという思いからさくらハーブ園を始めたんですって。ここにあるハーブは皆さんの生活に欠かせないものばっかりなんです。ですから皆さんにハーブに親しみをもっと持っていただいて学んでいただきたいと思って、この施設を開放したり、季節によってさまざまなイベントを開催しているんです。そういうことだったんですね。いや、季節を楽しめるイベントですね。楽しそうです。実はですね、11月の下旬にこのコニファーの枝を使ったディッシュガーデン作り、クリスマスを演出するディッシュガーデン作りをしますので、もし皆さん興味があったらちょっとだけその真似事やってみますか？ぜひご一緒したいです、はい、じゃあやってみましょう。はい、お願いします。ディッシュガーデンとはお皿に寄せ植えをして楽しむ一種のガーデニング。今回はクリスマスの飾りとしてコニファーを使ったディッシュガーデン作りに挑戦させていただきました。使ってみようかな。これだったら上の方が少し黄緑色で、下がグリーンだからコントラストが素敵ですね。二人ともカメラが回っていることを忘れつい夢中に。私はコニファーの枝なりを生かしてみたのですが、これが難しくてうまくまとまるのでしょうか。
私たちのディッシュガーデンが完成しました。はい、素敵ね。どうでしょうか。高低差をつけて立体感を演出してみました。いかがですか。あ、素敵ね。ごく自然な景色で私は好きですよ。素敵。植物に触れてる時の気持ちがとっても楽しかったので、あまり意識しなかったんですけども、癒しの森の中に屋敷がある、これ夢だったんです。いかがですか。いや、ディッシュガーデン作りとっても楽しかったです。それは良かったです。ちょっと集中しすぎてちょっと疲れましたよね。はい、私もちょっと集中しすぎましたかね。疲れました。それではその疲れを美味しいハーブティーで癒してもらいましょう。いいんですか。嬉しいですね。ありがとうございます。お待ちどうさまでした。わあ、とっても澄んだ青色ですよね。先ほど皆さんに摘んでもらった、はいはい、バタフライピーが入ってます。あ、これ先ほど、はい、ここに入ってますね。これですね。バタフライピーとはタイガ原産のマメ科の植物。蝶に似た青色の花が特徴で、古くからハーブティーとして親しまれています。実は私たち、ハーブティーになることを知らずにバタフライピーを摘んでいたんです。いただきましょう。いただきましょう。香りもとっても。お疲れ様です。香りはしますね。また喉越しもとっても良くって、ね、癖がないですよ。こちらのお茶にはどのような効果があるんですか。ハーブティー全般にあるんですけども、はい、その新陳代謝を活発にしますね。それからこの青い色素は、はい、ポリフェノールがいっぱい入ってますので、若返り効果と、はい、いうことが期待できるかなと思います。あ、それは嬉しい効果ですね。ちょっとだけ残してください。はい、今からね、はい、科学実験をします。これレモンなんですけどもね、はい、このレモン汁をこの中に絞って落としてください。はい、さあどうなるでしょうか。どうなるんでしょう。じゃあ私も絞ってみましょう。この色が、変わってきました。あ、素敵な紫に。あ、柴田さん、先ほど青かったのが少し赤紫というか色が変わりました。そうですね、はい、この色素ですね、はい、これはアントシアニン系の色素なんですけども、はい、酸性に傾くとピンク色に発色するんですね、はい。ですから今レモンを、レモン汁を落としたので、はいはい、酸性に傾いてるんでピンク色に変わってきた。あ、目でも見て楽しめて、そして味でも楽しめる、ね、ということですよね、はい。ハーブ園ではこれから年末にかけてイベント盛りだくさん。イベントに参加した方限定でハーブティーもいただけるのだとか。現在参加者募集中ですので、皆さんもぜひ参加してみてくださいね。イベントは事前申し込み制ですが、園内は無料で開放しています。気軽に散策されてみてはいかがですか。またハーブ園向かいの店舗、日本サーナ本店では、自然と美と健康をテーマに無農薬で栽培収穫したハーブ商品を販売しています。こちらも合わせて足を運んでみてはいかがですか。お母さん、さくら市民の森とハーブ園、とっても楽しかったですね。そうですね、沙織さんとご一緒に自然観察できるなんて本当にワクワクしました。でもよかった、楽しかったね。今度いつ行くの。今月はちょっと忙しくって。ああ、その次は
わかりました。はい、皆さんは楽しんでいただけましたか？お金もかからず手軽に楽しむことができる自然観察、市内には自然観察できるスポットがまだまだたくさんあります。皆さんも足を運んでみられたらいかがですか？